はいどうも小まみれです、えー、今ね富山県なんかは特にまあてか西日本の方だねエギングっていうのがすごい今時期だから、えー、秋の,あの子供たちが生まれてくる新子って言われるシーズンなんだけど今ね富山県でもイカ釣りがものすごくでも,うもうピークは完全に過ぎたけど、えー、これからね10月に関してはサイズアップが見込めるからまあ、10月の中頃くらいまでかなうんイカ釣りが。 えー、富山で盛んににわれるようになりますそんな中で、えー、基本的に信仰って言われるのは子供だからもう体の長さでも1 0センチくらいしかなくってみたいな、うん、ちっちゃいやつばっかりなのよチンチクインなやつたまにあの早生まれみたいなやつで大きいのが出てくるんだけど、えー、そいつらとなんかちっちゃいのが混在するような時期なわけさ今って。 でね。まあもちろん小さい魚を釣るには、てか、小さいイカを釣るには、えー、小さなエギ。まあ2.5号くらいだね。2.5号くらいのエギが、えー、確かに、あの、有効っちゃ有効なんだけど、そこであえて俺は、もう、エギのね、このタックルボックスというか、そのエギケースには、ぶっちゃけ2.5なんていらん。うん。あんなのは本当にクソみたいなやつやわ。 <laughs> 2.5はぶっちゃけいらん。うん。あの、イカって割と自分よりも全然おっきな魚に食ってくるし、うん。2.5ってな、ほんか本当にいらんのよ。うん。それは数を釣りたいんだったら2.5でね、イカのおるところに2.5グラム投げたら、まあ確かに釣れることは釣れるよ。うん。けどね、あの、本当に1日きりの子供釣っても食うとこなんて全然ないし、うん。 全然引くわけでもないし。うん、それだったらもう餌釣りしたらっていう。餌で豆味でも釣っとったらって思うんだけど、まあね、あのー、そういうのもありますし、あと、みんなが2.5を使うんすよ。だからこそ、2.5は使っちゃダメなんですよ。 <laughs> ちょっと釣りね、一歩踏み込んだ話になるんだけど、なんでかっていうと、確かにシルエットはちっちゃいからイカが食ってきやすいってのはあるんだけど、2.5って軽いから、うん、どうしても軽いから、ね、2.55ね、例えば、まあ、イカはね、水の中で、あの、普通に漂ってる時は夜中とか活性のいい時に、えー、大体まあ、あの水中。 中層から上トップくらいを泳ぎ回ったりねして餌を探しとるんだけど基本的にあいつらは臆病な魚だから、えー、一番下のねあの草の影とかに隠れてます。<ん>うん、で魚が通りかかったらあの何、ー、て言えばいいのきっとね通りかかったらおみたいな感じで飛び出して、えー、捕食するっていうのがあります。うん、でそれが あの特にね最初だったらまだいいのよあの外から入ってきて草場の陰に居ついて魚を待ち構えるってイカの場合はまだいいんだけどもうねあのピークを過ぎて、えー、もう樹のイカなんて全然食われ尽くしたみたいな、うん、みんな人間に取られ尽くしてみたいなあとはもう外洋から回遊してくるのを待つみたいな状況下って、うん、そういうのが今もう本当にそこまで来とるのよ 今、うん、スタートラッシュを逃すとね。そうなってくると、みんなが2.5号を投げることによって、まあ、えぎに関してはね、あの、うわ、切ったね。<laughs> な、こんな感じじゃないか。ね。<laughs> ひどいな。これはひどいな。<laughs> ね。2.5号とかだったら、イカの折るレンジまで沈める間に、流されてってしまうのよ。 うん、例えばねイカがここにおるとだいたいここに草があるからイカおるなっていう目星をつけてここに「えい」って投げたとしてもね流されてくわけよ、うん、フォール中に。であのー、イ,カイカのところに届く前にどっかここら辺に来てしまったとかね来てしまったとかそういうのがあるわけ。うん、でそのシルエット 人では確かに大きいから食いにくいかもしれんけどあの3.5とか、まあ、3のちょっと重たい系のセッティングのえぎ、ー、に関してはちゃんと流れに負けずに沈んでくれるからねあのここにいか香りそうだなっていうとこまでがっつり行ってくれるのよひどいな <laughs> えええー、というか作画に関してはもう 我そしたらイカがおってなる。であのー、やっぱりさ自然界弱肉強食の世界で、えー、イカってのは自分より大きなターゲットにも、えー、もちろんファイトというかアタックしてくるっていうのがある。さらに自然界ってのはね人間とかと違ってさ明日ご飯食べれるかわかんないんですよ。うん ねあの本当にもういつ何が起こるかわからんしさ連日のように海荒れたりしたら魚もわー流されて、うん、で自分が食べられるかもしれんやっぱすくすく成長せなあかんね寿命もそんな長いわけじゃないからだからあのー、ねなんかこれ餌と違ってなんか怪しいけど餌であれと思って果敢にアタックしてくるわけよ、うん だからこそ、あの、みんながここら辺でね、だから大体釣り場行くと、みんな2.5号のチンチクリーンのエギばっか投げて、ひたすらしゃくり続けとるんですよ。けど、イカがおるのは本当はここなのに、ここら辺でわーってしゃくっとっても、イカはね今届かないんですよ。目いいとはいえ、うん。水深が結構ね、水深が浅いとこだったら、下からね、あ、なんか上で動いとるみたいな感じのシルエットを見てね、浮上してくることはあるんだけど、深場。 の場合は、えー、みんな上でね、ねジジジジャャャャカジャカカカやっとっとてであの、全然その下の方は擦れとらん奴らが餌まだかな餌までかなっていうので待っとるわけ。そこにしっかりと沈むエギを落としてあげることに気づかせるわけだけど、多少大きかろうが明日ご飯食べれるかわからんからね、アタックしてくるわけよ。だからスれとらんのよね、下におるイカって。 だから大きいのにも全然食ってくるの。すれ散らかしとるんやったらどん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 シルエットを着してくってのは確かに一つかもしれんけど、うん。だからこそ3.5号。まあ、4とかはやりすぎだから、和歌山とかああいうところのモンスター以下でも釣らん限り、4号っていうのは必要ないけど、ま、あ一般的や日本海側の釣りなんかはね、特に3.5くらいあれば十分です。うん、3.5で今まで20、21とか22グラムまで出てきとるんかな。そこでしっかりまず、ね、その、 色とか形うんなんじゃなくてまずイカのいるレンジイカがこういうところに生息するっていうのを理解してしっかりとイカがおるレンジまで落としてあげてから誘う誘い上げるうんそれでフォールで食わせるそれが重要なわけよだからこそねあのー、流れが強いところだったら2.5をどんだけ投げてもファーって流されていくからダメなの うん、だからこそみんながねパーッと見とって2.5で釣れとるんやったら2.5を投げればいいと思う、うん、ただあのみんなが釣れとらんっていう状況の時に多分狙ってる層が間違っとるんだなっていうのをパッと瞬時に察知して自分だけはでかいねあのエギをスれトらんポジションに投げて独り占めみたいな俺今年のイカはというかエギングはそんな感じですね うん、割と始めるのが遅かったんですけどもう海にさささと行ってなんかみんなふーっと見てなんか2.5号ばっか投げとるなと思ってじゃあ俺は3とりあえず3号バーンって投げてで2.5のエギってあのー、持ってないんですよなんか友達になんかやらせるために2.5のセットは一応持っ,とるは持ってはおるけど、うん、数釣りができるからねうんけど基本的に俺3から3.5しかないっす でまず3を投げて潮の流れの確認をまずしてあ3でしっかりそこ取れるんやったらじゃあ3でいいわっつってしっかり底を取ってからシャッシャッシャッとやるともう簡単にそのと3頭とかで釣れたりするわけよ。うん、でさっきまでねさっきまでというかまジビークの時って朝からばんばり人がねあの釣り場にうじゃうじゃしとるわけよ。うん そいつらが1時間やっても2時間やってもねあの全然釣れない釣れないって言,っ言いながらね竿をしゃくっとるわけよ。うん。そんなとこでね俺がサササっと来てさ、ね、重たいエギバーン投げてさしっかりそこまで沈めてね2頭ぐらいでバッて釣るわけよ。かっこよくね <laughs> うん。あれは楽しいよね。イカ釣れんじゃんみたいな。うん。そんなのがあるわけさ。うん。 そういうのがあるからこそ、だから3.5。しっかりと下がね、下に落とせる。うん。そのえぎっていうのを、えー、なんていうのかな。タックルバックに忍ばすとくと、うん。やっぱ潮の流れの変化。まあ風とかにも影響してくるしね。風でラインがね、流されて、それに引っ張られてっていうのもね、あるからさ。釣り、釣りではね。うん。それとか、ね、えー、 ねええぎはしっかり沈んでくかもしれんけど糸が流されてっとるみたいな。うんね、それに伴ってえぎも前進してくみたいな。ってのも一応そういう要素も一応あるからねあの P ラインとかっていうクソ軽いライン使っとるからさ、うん、だからそういうのがあるからあのタックルバッグにはえぎの3.5号っていうか重たいやつだね。うん を、えー、忍ばせるといいいいよっていう話でございますちなみに余談なんですが、えー、シンカーをね、あのスナップとかにつけて、あの、なんていうのかな、あの、重さを上げてね、駅のこのね、ここのシンカーのところになんかなす型の重りとか、ああいうのを付属でこうね、 つけたりしてあの流れに負けんように下まで落とすっていうやり方もあるにはあるんだけど、えー、そういうのが通用する釣りは高イカとかあの底物にねあの下にべったり張り付いとるような高イカとかに対して、えー、有効です、うん。アオリイカとか、えー、そうだなヤリイカとかもそうかな。うん、相手にその 進化をつけてしまうと、重くなるわけだから、フォールスピードが速くなってしまうわけですよ。で、だいたいイカがそのね、あの、抱いてくる、そのフォールの速度って、だいたいもう3秒から4秒くらいが、もう、ね、その1メートル、1メートル進むのに、ね、3. 点、だいたいまあ、4とか7とか、まあ3.5秒くらいにしとこうか。ね、この1メートル進むのに、うん、1メートル落ちるのに、 3.5秒くらいうん。が、もうイカが一番その抱いてくるベストな重さっていうのが、もうね、科学的に証明されてるというか、いろんなね、テスター、メーカーの人たちが実験して、だいたいこの3.5秒前後、3.4秒とかかな、があの、しっかりとね、液本来のポテンシャルとして、1メートル沈むのに3.5とかっていうセッティングがされてるのに、それを重りつけることによって、これが早く沈みすぎるわけよ。 うん、それがね、あのー、1.5秒とか2秒とかになってしまうわけそしたらイカがさあのー、ん,あなんかねあなんかうまそうなやつ落ちてきたって時にスッって下に落ちていくとえーみたいな感じで追うの諦めたりとかするから、うん、だからこそそのままのそのセッティングをなるべく活かすようにしてあ、うんまりこの付属品の場合はそこをずるべくそのタコとかコウイカとか あの辺りとかだったらかなり有効なんだけど、アオリイカとかそういうね、あの、ものに関しては、えー、そのシンカーセッティングっていうのはあまりおすすめしません。ティップランとかだったらそこつけなあかんけどね。うん。まあそんな感じのお話でございました。だからぜひともね、えぇ、ー、3.5号のええぇ、えぇ、ー、えぇ、え、うん あとは3号だとしても、かなり重めのセッティングがしてあるものとか。うん、そういうのをやることによって、えー、イカの超過っていうのがね、まあ、この、この話を8月末くらいにすればよかったんやけど、<laughs> もう9月末ですね。はい。うん。<laughs> まあ今ちょっとね、あの、イカの超過がなかなか上がっとらんっていう人は、この動画を見てね、えー、これから台風、 今回台風来るけど、北かとか、んこの動画が更新される頃には台風はもう過ぎとるんかな。けど雨風がちょっと強くなるからね。その後にまあ、イカの大群が多分押し寄せてくるから、うん。だからその時はチャンスやと思って、ぜひとも参考にしていただければなと思います。はい。以上、コマミリでした。